日常演舞の食旅にようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ネスレの香味焙煎芳醇を飲みたいと思い、ユタ芳香と書いて芳醇でもないわ、芳香と書いて豊かを読みたいと思います。以前は柔らかですけど、こちらは香りが強めということなのでしょうか。で早速入れてみました。どんな感じなのかな。色は前のとさほど変わらないような気もしますが、では飲んでみますね。一気に飲み比べるのは難しいので今回もダイジェストにさせてください。でそれぞれの味は、これはちょっと物足りない気がするな。ブライトを入れるとちょうどいい感じにはなるんですけど、どうなんだろうね。チャンネル登録よろしくお願いします。まずこの、この豊かについてですが、以前の柔らかと比べると若干香りは強めなものの、それでもどちらかというと万人受けするような味といった感じですね。苦すぎず甘すぎず、なので本当に万人受けするんですけど、悪く言うと中途半端な、そんな感じがしました。なのでちょっとどっちつかずな感もあるという点が否めないので、こちらのテイストさせていただきます。でブライトの相性も前回の柔らかとほぼ同等で、こちらのブライトだとおよびカロリーカットではちょっと物足りないかな、単に泡が入っただけといった感じでした。なのでこれらよりはこちらの味付きの方が相性はいいと自分は思いましたね。ただこの中でどれが一番いいとは一概には言えません。やっぱり前回の柔らか同様、これも個人の好みかなというような感じです。なのでこれら全てを両立として入れた場合はこちらの点数とさせていただきます。本当に飲みやすいんですけど、悪く言うと本当にどっちかつかず、なんか何度も言うように申し訳ないんですけど、そんな感じはやっぱり否めなかったですね。どうしたもんかな。のもうちょっと尖ってた方が自分的には好みだったかなという部分がどうしてもあるので、まあこの辺は個人の好みだとは思いますが、というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。